お世話になっております、マサルです。今回はパーミッションの設定コマンド、チェンジモードコマンドについて一緒に勉強していきます。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。 Linux ではファイルやディレクトリに対して各ユーザーが何ができるのかを意味するアクセス権をパーミッションとして管理しています。きっとこの動画をご覧の皆さんもパーミッションの設定が原因で思ったような操作ができなかったという経験があるのではないでしょうか。前回の動画でパーミッションやアクセス権の基本についてお話をしたので、今回はアクセス権の設定変更方法について一緒に勉強していきたいと思います。なお今回もキラーコーダというサイトを使って実際にコマンドを試していきます。キラーコーダの使い方はこちらの動画で説明しているので参考にしてみてください。それではアクセス権の設定変更方法をお伝えしていきたいところですが、その前にアクセス権の数字表記について勉強する必要があります。まずはアクセス権の数字表記を使わない場合どうなるのか説明したいと思います。例えばあなたが ETC ディレクトリのアクセス権を誰かに説明するときに、所有者が RWX、 グループとその他のユーザーが R と X ですみたいに説明するとちょっと情報量多いですよね。そこでアクセス権を数字表記にしてみましょう。数字表記にすると ETC ディレクトリは755です。これだけで通じるようになります。初めてこの説明を聞くと何言ってるんだろうという感じになると思いますが、最初の数字表記ではない説明に比べてかなり情報量コンパクトになっていますよね。さらに情報がコンパクトになっているだけではなく、ちょっとできるエンジニアっぽくてかっこいいですよね。なので皆さんもできるエンジニアっぽく数字でアクセス権を理解できるようになって、さらにアクセス権まで設定できるようになっていきましょう。ではここからアクセス権の数字表記について説明していきます。前回の動画でアクセス権には読み取り、書き込み、実行があるとお伝えしましたよね。このアクセス権なんですが、それぞれ数字で表すことができます。読み取りが4、書き込みが2、実行が1です。覚え方は人それぞれですが、実行は数字の1、ここだけ暗記していただいて、書き込みは W なので数字の2、読み取りは最初の文字よの文字から数字の4、このように語呂っぽく覚える方もいらっしゃいます。これらの数字を足し算で計算してアクセス権を数字で表記します。例えば ETC ディレクトリの所有者のアクセス権は RWX421、 すべての数字を足して7、グループのアクセス権は R と X、 4と1を足して5、その他のユーザーのアクセス権も R と X なので4と1を足して5です。この時出来上がった各ユーザーのアクセス権の数字の並びが755となり、それぞれのユーザーのアクセス権を表しています。ここまで理解できれば今回のアクセス権の数字表記の理解としては合格です。ただ2進数が得意な方はアクセス権を2進数で考えていただくとさらに分かりやすいかもしれません。2進数とは0と1だけで数字を表す方法です。そして各ユーザーのアクセス権は3つの0と1の組み合わせで表現をすることができます。1になったらそのアクセス権を持っているという意味です。なので001なら X の実行のアクセス権のみを持っていることになります。001は10進数に変換すると1なので、実行は1ということですね。もし010なら W の書き込みのみを持っていることになります。010は10進数で表すと2です。なので書き込みは2ということになります。最後に100なら R 読み取りのみを持っていることになります。100を10進数で表すと
4なので読み取りは4ということになっているんですね。このようにアクセス権は二進数で表現されていることがわかると暗記ではなく理論的に理解することができるようになります。とは言っても二進数が苦手という方もいると思いますので、もし二進数が苦手なら実行は数字の1、ここだけ暗記していただいて、書き込みは W なので数字の2、読み取りはよの頭文字を取って数字の4、このように5、6っぽく覚えていただいても問題ありません。それではここからアクセス権を変更するチェンジモードコマンドについて勉強していきたいと思います。例えば一般的に ETC ディレクトリにはこのようなアクセス権が設定されています。ちなみに皆さんはこのアクセス権数字で言うことができますか？今なら皆さんわかりますよね。 R が4、 W が2、 X が1なのでそれぞれを計算すると7、5、5ですよね。それでは今回この ETC ディレクトリのアクセス権を変更してみたいと思います。なお ETC ディレクトリはとっても大切な情報を格納しているディレクトリなので、アクセス権を変更してしまうとうまく動かなくなってしまう可能性もあります。なのでこれから試していただくコマンドはキラーコーダなど検証環境で実施するようにしてください。それではチェンジモードコマンドを使って ETC ディレクトリのアクセス権を変更していきます。例えば ETC ディレクトリにその他のユーザーが CD できないようにしたい、このような場合アクセス権をどのように変更すればよいのか考えてみてください。ディレクトリに対してその他のユーザーが CD するためのアクセス権を設定しているのはどこの部分でしょうか？皆さんわかりますか？それは最後の X の実行権限ですね。現在の設定ではその他のユーザーに X 実行のアクセス権があるので CD を使って移動することができます。なのでその他のユーザーの X 実行のアクセス権を削除します。そうなるともともと7、5、5だったものをどういう数字にすればよいと思いますか？変更した後のアクセス権は7、5、4になりますよね。現在の設定ではその他のユーザーのアクセス権の並びが読み取りの4と実行の1を足して5になっていたので、実行の1を引いて4になります。その結果7、5、4の並びになるということですね。それでは変更したいアクセス権の数字が分かったので、チェンジモードコマンドを使ってアクセス権を変更していきましょう。チェンジモードコマンドは様々な方法でアクセス権を変更することができますが、今回はアクセス権を数字表記で表して設定変更してみたいと思います。この場合コマンドはとってもシンプルです。チェンジモードの後ろに設定したいアクセス権を数字で表します。さらにその後ろにアクセス権を変更したい設定対象を指定します。このコマンドを実行するとチェンジモードコマンドでアクセス権を754に設定してください。対象はスラッシュ ETC ディレクトリですというコマンドになります。それでは実際にこのコマンドを試してみましょう。それではチェンジモードコマンドを使ってアクセス権の設定変更をしていきたいと思います。ただその前にその他のユーザーが ETC ディレクトリに対して CD でアクセスできることを確認しておきましょう。現在私はマサルというユーザーを使っています。マサルというのは ETC ディレクトリにとってその他のユーザーです。では CD を使ってその他のユーザーが ETC ディレクトリにアクセスできることを確認します。 CD スラッシュ ETC で ETC ディレクトリに移動します。ユーザーマサルで ETC ディレクトリに移動することができました。移動できることが分かったので一番上のスラッシュルートディレクトリに戻ります。 CD スラッシュ一番上のルートディレクトリに戻ることができました。それではここからチェンジモードコマンドを使ってスラッシュ ETC ディレクトリに対してその他のユーザーが CD コマンドによって移動できないように設定してみたいと思います。まずは現在のアクセス権を確認しておきましょう。
ls-l/でスラッシュルート配下のデータを詳細情報とともに一覧表示します。 ETC ディレクトリのアクセス権はこちらです。755になってますね。注目してほしいのはその他のユーザーです。その他のユーザーのアクセス権は R と X が許可されています。 X が許可されているのでその他のユーザーが CD を使って ETC ディレクトリにアクセスすることができています。それではチェンジモードコマンドを使っていきます。コマンドはとっても簡単です。チェンジモード、変更したいアクセス権、そして設定対象を指定します。チェンジモードで754に変更してください。対象はスラッシュ ETC ディレクトリです。このようなコマンドです。実行したらもう一度アクセス権を確認します。すると先ほど存在していたその他のユーザーの X が消えていることがわかりますよね。今の設定によってその他のユーザーは CD によって ETC ディレクトリにアクセスできなくなったはずです。それでは本当にその他のユーザーが ETC ディレクトリにアクセスできなくなったのか、マサルユーザーでもう一度アクセスしてみましょう。それではマサルユーザーを使って CD コマンドでスラッシュ ETC ディレクトリを指定して実行してみたいと思います。その結果パーミッションによって拒否しますというエラーメッセージが出てきています。無事にアクセス権を変更することができたということですね。チェンジモードコマンドは他にもアクセス権の変更方法がありますが、まずは数字を使った設定変更がとてもシンプルで出題もされますので、ここから覚えてみてください。それでは最後に穴埋め問題を使って今回学んだ内容を振り返りましょう。今回はアクセス権の数字表記を勉強しました。まずは実行権限です。実行は数字で表すと何でしょうか。実行は1でしたよね。では書き込みのアクセス権は数字で何になるでしょうか。書き込みのアクセス権は数字の2ですよね。では読み取りのアクセス権は数字で何になりますか。読み取りのアクセス権は4ですよね。最初のうちは実行は数字の1、ここだけ暗記してもらって、書き込みは W なので数字の2、読み取りは頭文字のよを意識して数字の4、このように語呂っぽく覚えてみてください。そしてチェンジモードコマンドについても勉強しました。現在の ETC ディレクトリのアクセス権を変更して、その他のユーザーが CD できないように設定してみてください。皆さん、チェンジモードコマンドも覚えてくれましたよね。この設定をしたい時のチェンジモードコマンドは、チェンジモード754スラッシュ ETC です。その他ユーザーの実行のアクセス権をなくすことで、その他ユーザーは ETC ディレクトリに CD することができなくなります。 X の実行のアクセス権1を引いた数字をアクセス権として設定するので、755から754に設定変更してあげます。よってこちらのコマンドになります。チェンジモードで754に変更したいです。対象はスラッシュ ETC です。このコマンドですね。皆さん正解できましたか。それではエンディングトークです。今回はパーミッションの設定変更コマンド、チェンジモードコマンドについて一緒に勉強しました。チェンジモードコマンドもいろいろ試してみると面白く勉強になると思います。キラーコードなどを活用して、手を動かして、心を動かして、感動しながら楽しく勉強してみてください。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。一人で勉強するのが孤独、周りに質問できる人がいない、職場以外のいろんな方とも交流をしてみたい、そんな方におすすめのオンラインコミュニティです。参加方法は YouTube のメンバーになるボタンからオンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、 Discord と YouTube のアカウントを連携すると参加できます。こちらは2025年6月のスケジュールです。 Linux の勉強会はもちろん、 CCNA の勉強会、セキュリティの勉強会、さらには英語ペン字教室、オフ会など様々なイベントを用意しています。気になる方はお気軽に参加してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。